フィンエアー915便撃墜未遂事件とは、1987年12月23日に、ノルウェーのエッジ島上空を飛行中の成田発、ヘルシンキー行きのフィンエアー915便に対し、ソビエト連邦軍がミサイルを発射したとされる事件である。これは2014年9月に、フィンランドの大手新聞社ヘルシン銀ンサのマットが、衝突の20秒前に、 ミサイルが爆発したとするパイロットに名による証言と、これに関する詳細な記事を掲載したことで明らかになった。フィンランド国営放送も同日にこの件を報じた。これが明らかになると当時報告されるべきであった政治家や公務員の間で怒りを買い、フィンランドのメディアによりフィンランド化の疑惑が取り沙汰される中で広く報道された。この事件は 1940年に起きたフィンエアーゼンのアエロ1631便撃墜事件や1962年のアエロフロート902便墜落事故、1978年の大艦航空機銃撃事件や1983年の大海航空機撃墜事件など、ソビエト連邦が関与した同様の事件と比較されている。 915便のカウキアイネン機長によると2014年7月17日に起きたマレーシア航空17便撃墜事件を受けて乗務していたパイロットらはこの件について発言することを決めたという。フィンエアは1983年に日本ヨーロッパ間の直行便運航を開始した世界初の航空会社であった。この便の使用機材は マクドネルダグラス製の DC-10 から 30ER 型機であり、燃料タンクを貨物スペースにも装備することで24000リットルの航空燃料を追加搭載できた。この機種が東京からヘルシンキまでの125キロ、およそ13時間のノンストップ運航を可能にしていたのである。ソ連側は通常の通貨料金に加えて、 シベリア上空の通貨料金も要求していたため、この便はソ連領空を避けて北極上空の国際空域を飛行していた。他の西側諸国の航空会社の航空機は航続距離が足りず、給油のためアラスカ州アンカレッジに着陸していた。日本の航空会社はソ連が見返りに日ソ間の飛行券を要求すると考えたため、 シベリア上空を通る直行便を運航しなかった。使用された DC-10 から 30ER 型機はフィンエアーにリースされ運航していたが、機体記号は N345HC としてアメリカ合衆国にて登録されていた。1981年に製造されてフィンエアーが受領し、後にムーミンの特別塗装機として運航された。 915便は1987年12月23日の日本時間午前10時頃、成田空港をほぼ帝国通りに離陸し、乗員18名と乗客201名を乗せていた。巡航高度は1600メートルであった。離陸後は、ベイリング海峡へ北進して北極点を越え、完成広報装置を用いて南方のスバールバル諸島へ、そして、 ヘルシンキに向かっていた。ベーリング海峡到達前には、アリューシャン列島上の国際日付変更線を超え、しばらくの間は、前日の12月22日に飛行していた。乗務したパイロットの2014年の報告書によると、フィンランド時間の13時から14時頃に、ノルウェーのスバールバル諸島エッジ島上空を飛行中、基調のエスコカウキアイネント副操縦士のマルク、 ソイ2年が前方の飛行経路左30度のところに915便へ接近してくるロケットを目撃した。両名は休憩中であり、良好な視界の中30分以上もその飛行を追っていた。当初彼らは大流圏へ向かうソ連の気象観測ロケットだと思っていたが、それが915便の巡航高度に達すると進路を変えて機体へまっすぐ向かい、途中で爆発した。 パイロットらにとってそのミサイルが目標である915便に照準を合わせていたことは明らかであった。完成後方装置は915便の位置を特定させた。爆発後に機長はストップウォッチを始動し、60から80秒後に爆発でできた運営に到達した。915便の巡航速度は時速900キロ、ミサイルの巡航速度は少なくとも 時速1800キロであり、パイロットらは衝突の約20秒前に爆発が起きたと計算した。両名はミサイルが螺旋状に旋回しながら海へ落下する様子を目撃していた。機長はその後コックピットへ入り、フィンランド時間16時ごろに着陸操作を担当した。実験時にコックピットにいた交代前のパイロットは口頭で彼に報告した。 パイロットらはミサイルがソ連から飛来してきたと確信し、コラ半島、または潜水艦から発射されたと推測していた。彼らがヘルシンギンサノマット氏に語った際、ある種の軍事演習だと思ったと述べ、それが演習の計画通りに実行されたか、あるいは失敗したと考えた。前者の場合、915便が演習の標的として使われたことを意味していた。 可能性の一つとして考えられたことは、その3年前にフィンランド北部で起きた稲荷コミサイルと呼ばれた件と同様の誤射という点であった。軍事技術、特に核兵器システムの専門家であるフィンランド国防大学のステファン・フォルス教授は、米ソ両大国が締結した中距離核戦力全廃条約が、 事件の同年初頭に批准された結果、廃棄予定の中距離射程弾道ミサイルあるいは巡航ミサイルといった従来の地上発射型ミサイルは、その翌年の7月下旬になって、ようやく削減が開始されたことから、そうしたミサイルであるはずはないと指摘した。トゥルクの日刊誌、トゥルン・サノマットは、1988年から1996年まで、 フィンランド国防軍の対空観察官を務めたアハティ・ラッピ大佐にインタビューを実施し、その際に大佐は以下のように述べた、しかしその巨大な運営は大佐の見解である S-125 のものではないともされる。そのミサイルの 60kg の重量では目を見張るほどの爆発にはならない。この区断の報告は貴重の義務だったため、915便のパイロットらは カウキアイネ年機長が運行後に報告書を提出することに同意した。機長は事件後数週間にこのことを二度思い出したが、クリスマスの祝賀が報告を妨害したという事実のために、機長はそれを決してしなかったようである。しかしながらこの事件はフィンエアー、特にパイロットの訓練過程において議論されていた。同社運行部のある社員は匿名を条件に、ヘルシンギンサノマット氏に対して、 当時の事件について聞いたことを事件は話題になりましたね。他のパイロットもその航路で爆発を見たと言っていました。もしかしてミサイルの発射実験だったのでしょうか。と語った。カウキアイ年期長もまた2014年にフィンアビアと呼ばれたフィンランド民間航空局の少なくとも一員として事件に関わっていた。しかし、フィンランド政府内でこの事件にほとんど関心が 寄せられなかったことが判明したのは、フィンランド国民、特に政府内の人々が、フィンランド化した昔に戻ることにうんざりしていたためで、あった。2014年のフィンランド運輸安全局は事件について何も認知しておらず、当時の報告書あるいは、航空日誌はもはや存在しなかった。915便の副操縦士は、HSTV のインタビューにて、 2014年7月17日に、ウクライナで、マレーシア航空17便が撃墜された後、事件について考え直したと語った。コックピットからミサイルと、その爆発を目撃した生存しているパイロットらは、その後こうの場で事件について話すことを決めた。運輸安全局航空部のペッカヘンツ部長は、今日では、そのような事件は沈静化しないだろうと述べた。機体の着陸前に、 当局や航空会社の経営陣に知らされていた可能性が高いという。運輸省のペッカ・ベンナも、貿易省のペルッティサロライネン、そしてフィンランド保安庁法庁長官のセッポ・ティッティネンはヘルシンギンサノマット氏の記事を読んで初めて事件を知った。ティッティネンはこの件は安全保障、庁法庁内部で絶対的に関心を集めるでしょう。このような事件に関する情報は 現在のように、航空部門の職員から当局へ、自動的に伝えられるべきでした。と述べた。サロライネンはこの事件を知って激怒したと言われている。彼は事件を、言語道断だと考えており、それは文明化された行為ではなく、事件の記述が正確であればそれは死に急ぐような、軍事的ギャング行為であったでしょう。と続けた。2014年でさえ、エドスクンタや、 各省庁の大臣からの情報は、投げかわしい方法で秘密にされているとも彼は、言明した。ベンナムは、フィンエア機が実際に射撃訓練に使われたとすれば、それは凶悪な犯罪です。と述べた。ありがとうございます。